一生動画が始まらないときりー。じゃあ私物交換会もじゃあ撮っちゃう、なんかラフな感じで私物交換の、まあ、とりあえず浮かべば撮ればいい。多忙伝ということは、まあターボ都市伝説なんですけども、いやーい、タバコー、これやるんだ、リボンです。どういうこと？ドッキリがしたい。あ、ドッキリ。久々。久しぶり。久しぶり。ドッキリ系 YouTuber ですから、俺。そうですね。実はね、三年前ぐらいは。三年前ぐらい。巷で初代ドッキリ系 YouTuber なんて言われてましたけど。聞いたことねえけどな、俺は。意外と言われてたんです。あ、そうだ。本当半分以上ドッキリやった、これだ。あ、そうだ。確かに。めちゃめちゃ多かったからね。そう、今となってはね、ホラー系と呼ばれるようになりまして。はい。気づけばね、視聴者さんが求めているものをあげるようになりまして、あまりドッキリ撮れてないと。やっぱドッキリとかバラエティ系はね、楽しいと。楽しいんですよね、結局。今はね、ちょっと外出れないんで、いろいろ考えてるドッキリあるんですけど、本日は室内でできるドッキリ、一生動画が始まらないドッキリー。おっ、まあ、今いない2人ですよ。大輝恭平にかけたいんですけど、万が一ね、アホすぎて気づかないと、尺が長すぎた場合はどっちかだけになります。なるほどね。最初は大輝にかけていきたいんです。いやバカだね。おそらく恭平の出番ないんです。以前のチャンネルでね、大輝が喋った会話の語尾でバレないようにしりとりをしているっていうドッキリもあったんですけど、それも1時間以上気づかないっていう感じなので、あまりにも気づかない場合は徐々にね、確実にバレるような方法をガンガンとしていきたいと思います。これバレなかったらあいつは人間じゃないってことでしょ。そういうことになっちゃう。そういうことだよね。一応ルールだけ決めておきましょう。いつ撮るのとか、そういうドッキリっていう確証を得てたら僕らの負けで。いつもあるんだから言うでしょ。一番言ってほしいもん。そう、あと負けって何。いくぞ。いくぞ。どうやったら撮影しないのバレないかなっていう。そうね、 ST って撮るってなったらすぐ撮るんで、回しっぱなしでグダグダしてるのが怪しい。それはさすがにまずいかということで、まあ今から上呼びます。恭平もターゲットはね、恭平だけ残して、うん、大輝、リボン、たつきだけ下に来て撮影撮るよって、はいはいはい、呼びまして、僕はターボ発信の企画だと思ってて、はいはい、みたいなふりをします。いや俺正義だと思ってて、オールターボだと思ってたみたいなことやってるうちに、もういつの間にかスマホいじり出すみたいな。でその間にたつきに適当な話題を振ってもらって、ちょっと盛り上がってスムーズに撮らない方向、はいはいはい、撮りたいと思います。メギクめっちゃ持つ、超持つね、すごくね、あの人の持ってえ、セギね、いや、ターボなんか撮る、いや、撮らんよ、いや、おー、俺は工藤新一、探偵だ。あ、なんか撮るってなかったっけ、セギ編集するのは知っていい、まだちょっとターボを飛んでねえのかな。気になりました。翔太になんか聞いてみる。そうやな、翔太意外と企画力ある、うん、ゲーちゃんとかね。ゲーちゃんだってそこあるでしょ、結構メインの話をしてる、何撮るか。うん、ターボが撮りたいのかと思ってた。じゃあ私物交換会やろう。メインでやるの。内心だな。めっちゃサブっぽいな。じゃあ私物交換会もじゃあ撮っちゃう、なんかラフな感じで。私物交換の、とりあえず浮かべば撮ればいい。これ普通にセギレン撮る。まあ、じゃあちょっとじゃあ内容見て、トイレ行ってくるわ。稲川淳二の杉山のセギレン、セギレン照明暗いということは怖いとしてる。じゃあ乗っちゃおう。腹痛いんだよね。セロガン飲めば。セイロガンってそういうくせるだっけ。セイロガン払いたい時飲むやつ。まあまあそうだけど、イブ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 ただない、イブは全部全般、痛み全般、 BC の時肩痛いと牛乳飲んだ。誰かイブ持ってないの。俺いつも持ってる、車に。なんか痛いとこあるの。いや払いたくなりすぎて。ああ、一番きついよね、払いたい。しかも高速道路、箱崎の箱崎の一番しんどいのあれよ、俺正義と打ち合わせで5、6時になる、もう朝の5、6時、もうこっち眠いです。帰ってきて一番もう頂点なの、酔っ払いの EDM ガンガンで流して、俺眠いのよ。たまに、あとジャニーズとか流して歌い出してね、これ、これね、これねとずっと言ってくるんだ。ジャニーズはだいぶハイだね。だいぶハイ、だいぶハイ。いや、ちゃんと乗ってくれるんだよ。じゃあもう席ついて始まんないから。え、共演いいの。
あ、これ短いやつだから。あ、そうなの。いや、おもろいなぁ。おもろすぎてちょっと撮る気がついたわ。なんでどういう思考かよ。大輝の都市伝やってみた。俺、うん、あ、いや、全然いいよ。あの、なんかじゃあ知ってる都市伝をなんかこうパッとちょっとそれ使えるか、とりあえず俺らに話して。都市伝か。え、俺がこういう話話してていいのこれ。聞いてくる。いつ始まるかだよね。まあ、いつ始まるかだよね。いつ始まるか。司会は俺でいいの。真ん中喋る。え、そんな、ここでいい。喋る、真ん中喋るよ、こういう話喋るんだ。お、じゃあ真ん中行きますよ。はい、行ってみよう。痛い。え、マジかい。練習したらいいんじゃない。本日ですね、話してくる怖い話なんですけども、僕が大学2年生の時の赤電にしようぜ。いいんじゃない。赤電で行けよ。行けよ、行けよ。乗り気じゃないんだよ。なんでタボデン取ってよ。で、一回ここ、一回こっち来て、一回こっち来て。俺たつき場所変えとった。あの、こっちないよね、だって。うん。おお。景色違う。初めて来た、ここ。大概が位置変わってるよ。なんで踊りもんが位置変わんの。なんで踊りもんが位置変わんの。え、白白だから。あ、そうそうそう、そういうこと。とりあえずじゃあ俺とリボン場所変わるか。で、俺もあんま真ん中ないよ。あ、確かに。じゃあたつき真ん中行こう。ここちょっと、あ、そっから話してもいいんだったら大輝とターボ変わってもいいんだよ。基本前にいる2人が後ろにいるってこの斬新さで。確かにこれ面白い。じゃあ俺、俺カメラの後ろでみんなの見るわ。あ、この4人だよ。ああ、4人ってなかなかないから。で、ここ22みたいな感じ。そしたらバランスいいよ。なんかあえてのここ、どあそこちょっと見切れちゃうよ。あ、でもあ、切れる切れる。なんかこれでいいじゃん。これなんか歌ってみたみたいな動画でこういう体勢あるし。ああ、じゃあ俺ここら辺でいいや。じゃあ俺、じゃあ俺ここでいいや。ああ、えって、お前そういうどこを決めたいのってことでしょ。誰がどこを座るんだよ。じゃあいつもと違う体勢でやりたい。なんかお前が喋るってことはいつもと違うじゃん。俺が喋るって確定してんの。お前のはもう終わっていいよ。え、お前はもう話さない。話さない。普通にタボデンやる。あ、じゃあタボデンやる。タボが一番しっくりくるポジションに俺らが行けばいい。テレビ感欲しい。なに、なんなんだよ。タボが1締め、じゃあ俺後ろでちょっと MC？ あの、ディレクターやろうか。あ、オッケーオッケー。そう、じゃあ俺ディレクターの汗拭くゲースやろう。あ、じゃあ俺カンペやる。こんばんは、酒井。3、2、やっぱり汗ロブリーン。今日はですね、くっしょー、それどかして怖いからこれ。そして、あ、ありがとう。よしよしよし。タボデーン。今回ね、僕、私、タボ島大輝がやっていきたいと思います。はい、ということでね、まあこうやってね、ガッツシーンでこうやってつなげてっていきたいと思いますので、タボ伝ということは、まあターボ都市伝説なんですけども、伝説イコールレジェンドってことなんですけど、皆さん、レジェンド、まあ伝説っていう言葉は何か知ってますか。僕らの高校でいうあのレジェンドのレジェンダーっていうんですけども、レジェンダーっていうのはあのとてもすごいことをした人っていう感じなんですけども、はい、オッケー。じゃあちょっと、パイを作って大失敗。ぜひ皆さん、あの、見ていただけたら、不幸中の栽培広めるということで、はい。なんで、皆さんね、これ、面白かったら、あの、チャンネル登録、面白かったら、あの、チャンネル登録。意味わからんもんだって。まだわかんない。まだわかんない。まだわかんないか。まだわかんないか。だから、俺に無茶振りさせる。いや、そんなん最初違う。思い出して40分前。そうそう。ネタどうします、いろいろなんかやりたいです、赤電取ろう。あ、でもなんか払いたいな。ちゃんと1から遡る。エピソード細けえな。え、なに。動画が一生始まらないドッキリです。そういうこと。いや、そんなんね、俺に通用すると思ってる。通用してる。そういう意味じゃなくて、めちゃめちゃ通用してない。そういう意味じゃなくて、
じゃなくて気づかない。長すぎでしょ。長いね。そうじゃん、なんかさ、あの前もなんかさ、最後のなんか俺の声返すみたいなやつ、それと一緒。この順番変わってた時ひどかったよ。何これ、何でしょ。お前だけポカーンだった。はっきり言うとかさ、疑ってもよかったわけじゃん。だって何も思うから、何にも思う。じゃあこれもうメインで撮ってたってこと。そうそうそう、本当は大輝がすぐ気づいてくれれば、恭平も多分こういうタイプなんで、うん、気合にもかけようと思ってたの。あ、そういうこと、だからあいついなかった。そうそう、ということで久しぶりにやっても相変わらず大輝は変わってない。いや変わってないね、はい、本当に分からんよこれ。気づかないのもう本当やらせだと思う。いや、もしやらせじゃないか。普通は本当に僕払いたいんで、チャンネル登録と高評価、笑った方はよろしくお願いします。お願いします。ということで、ちょくちょくドッキリもやれたらと思いますので、はい、これからも楽しみにしていてください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビードッキリ。